奥高目作り昭和19年3月24日は日本の実業家、漁業家、政治家。第2回水産博覧会で朝鮮半島沿岸漁場とタートロールの知識を得、まず1901年に鳥取県知事に山陰沖の漁業検許可を申請したが反対運動が起きたため香川明知事は拒否を決せずこれを握りつぶした。翌年、 韓国東北海岸漁業探検を実施、相当の漁獲を上げられることを確認した。1904年には、寺田博之知事のサミを得て、オツタートロール期船海港丸を建造。農商務省の命により、和歌山湾で試験を行い、好成績を得たが、地元漁民の反対に合い漁を断念。山陰沖、朝鮮宴会、長子沖と開港したが、 いずれの地でも反対運動が起き、長子港で開港丸は放火され、地元漁民6名が逮捕された。その後は、長子漁民と開港し、米国から捕鯨船を輸入して、金華山沖で漁に挑んだが失敗に終わった。他方、朝鮮半島では、1902年の関ン,ンドイノシシの漁民との共同事業契約を、行使とし、その後、 平地網の一種である王式網漁で成功。1913年には、関温度レーツを本拠地と定め、京昇北道の始め港、急流浦、宝漁津、関温度の高助里、住子、中門津、長屋、環境南道の元山、二浦、環境北道の白津、清津等を基地として、全国23カ所で事業を展開した。1917年、 鳥取県より衆議院議員に当選。両院議員百数十名をもって水産同士会を結成し、理事長として開国日本の水産業の近代化に努めた。また、1925年に貴族院に当選すると、水産事業を実定の徳多日暮らしに譲り、1911年まで国政に参画した。その間、水産振興とともに、 農業改革とその根底となる土地制度の改革に取り組んだ。特に農業保険、農民保険は、勝利の急として熱意を持ち、自らも家賃を生命保険株式会社を買い取り、取締役社長に就任したがこれを果たすことは、できなかった。ありがとうございます。